まず登場しましたのはメキシコの23歳イバン・ベロスです。予選は2位通過でした。2014年の世界選手権の優勝者。昨年の世界選手権で非常に感動する演技をしてくれた選手ですから、今日はどのような演技を見せてくれるでしょうか。12歳の時にエアロビックを始めたというイバン・ベロス。パイクジャンプ 0.9、 そしてソラドルカット 1.0 のコンビネーション 0.1 の加点からスタートです。ストラドルリープもしっかりと決まりました。このようなエアロビック動作、非常に複雑で多様な動きをするのはベロス選手の大きな特徴だと思います。スタースリープも決まりました。バランスタイムも綺麗な回転ができましたね。モルドバン、しっかりつま先膝も伸ばしてスピードのあるモルドバン、そしてハイブイからのウェンソンと、技をつなげていく、つなぎの部分にも工夫が見られますね。つなぎの動作が本当にこうスムーズですよね、はい、そこは芸術点で評価がされます。コサックジャンプ、はい、高いコサックジャンプ、速報宙返りというアクロバティックのエレメントもこのように動きの流れの中で使われると芸術点で評価をされます。つま先などにもしっかりと意識を持っている、そんな印象があります。そうですね、つま先膝が非常に綺麗な選手ですね。リプルターン、トリプルターンも決まりました。フィニッシュです。という2014年世界選手権のチャンピオンイバン・ベロスの演技でした。最初のパイクジャンプ 0.9 のパイクジャンプ、そして 1.0 のカットのコンビネーション、男性、よく行われるようになった技ですが、それとともにこのような柔軟性ですね、柔軟性やバランス、そしてこの指示というところ、さまざまな体力要素をしっかり持ち合わせた素晴らしい選手ですね。このような流れのある移行の動作というつなぎの動作にも工夫が非常に見られます。すべてがスムーズに行われているのが非常に高い評価となりますね。